アートテラートニーのそろそろ美術の話を、この番組はアートテラートニーがアートに関わる方をゲストにお迎えしてトークを繰り広げるポッドキャスト番組です。本日はアートウォッチング2022年9月号をお届けしたいと思います。さあ、ということで始まりました。リスナーさんのお便り紹介と面白かった美術展について話をするアートウォッチングの13回目となります。今月は丸さんが海外に行っててお休みということで、特別にピンチヒッターを、お呼びしております。ということで、ピンチヒッター、自己紹介をよろしくお願いします。はい。はじめまして、国領ひろこと申します。アートテラの弟子ということで、トニーさんの弟子にさせていただいております。皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、玉結び聞いてらっしゃる方はね、はい、もう知ってらっしゃるかもしれないですけど、僕が8月コロナかかった時も、僕のピンチヒッターで玉結びにも出ていただきましたんで、はい、今回は丸さんのピンチヒッターということで、よろしくお願いします。ピンチヒッターでおりますが、うん、はい、よろしくお願いいたします。はい。ただ、ということで今日ね、そのピンチヒッター、国領さんに出てもらうって番組プロデューサーに言ったら、うん、トニーに弟子がいるのかみたいなね、そういうところから色々と言われましたんで、はい、ちょっと、弟子入りの経緯とかね、はい、うん。うん、うん。はい、ですね、私がそもそも今サンミュージックという事務所におりまして、うん、タレント業なんかをやってるんですけれども、大学の時に美術の勉強を少しかじってしておりまして、一応学芸員は取って卒業して、まあちょっとタレントのお仕事とか難しければアートのお仕事したいなと思ってた時期があったんですね。で、それがコロナ禍になってちょっと時間ができて、改めてこうちょっと美術の勉強したいなって思った時に、今ちょっとポッドキャストをいろいろ見てたりとか、なんかツイッター見てたりとかしたら、アートテラーという人がいるらしいと。この方は何だろうみたいな。アートテラーとはまず何ぞやみたいな、まさにこのポッドキャストの初回を聞きまして、あ、面白いことされてる方がいるんだなと思って、で、その吉本の芸人さんで、っていうところから面白く伝えてますと。あ、じゃあ面白そうだなと思って、トニーさんのツイッターをフォローして、で、そこからこうちょっと追いかけて見てる間に、まあ面白そうだなと思ってご連絡を差し上げて、うん、ちょっといろいろ教えてくださいって言って。で、そんなこんなで、まあ実際お会いしたりとか、いろんな美術館連れて行っていただいてる間に、やっぱりどの美術館に行っても、トニーさんが本当に、うん、どの美術館からも大事にされてる姿を見て、やっぱりこう、これはすごいなと思って。ありがたいですよ。さらにいろいろ教えてもらいたいなって。と、私はまだまだ、その、ね、このタレント業やってた期間に美術から離れてしまってたのもあって、うん、ちょっと弟子にしてくださいって言ったら、うん、最初トニーさんは、弟子は取ってませんみたいな、うん、そのままどうぞアートテラーと名乗ってくださいみたいな、お断りされたんですよ。あ、そうそうそう。そう。あ、で、そう。なんかこれはこれで偉そうな感じだけど、そうね、そう。だから、名乗るのは全然自由だから、別に弟子とかになったら、ほら、大変だと思うからね、名乗っていいよって言ったんだよね、最初は。はい、これは本当のマジな、まあ今でも思ってるけど、だってアートテラーですって言っても、そら、アートテラーでもそんなたくさん仕事があるわけじゃないけど、多分アートテラーの弟子になったら、より仕事のオファー少ないと思うから、もう最初から名乗ったもん勝ちが名乗っちゃった方がいいよ、タレントさんなんだしっていう気持ちもあって、その、もう弟子なんか絶対取りませんっていうね、厳しい言い方じゃなくて、はい、そっちの方が絶対いいと思うよ、肩書きとしてって言ったんだけどね。おこがましいからいいですって何回も断られました。うん、そう。飲み屋で3時間ぐらい。だから。延々とその話して、何回も言ってるのに、なんかもう、いや、おこがましいから、うん、おこがましい、うん、いや、そうじゃなくてって、なんか、あんまり話が伝わってないなと思いながらしたんですよね、その話ね。うん、で、多分それ、ずっと多分それを言い続けてたらしいんだよね。はい、で、ちょっとその日ね、もう一人ね、共通の友人と飲んでたけど、その3時間多分同じことずっと言い続けたんだろうけど、多分俺記憶ないから、あれだよね。気づいたら、だから俺の中で10分間同じこと言ってるぐらいの気持ちでいたら、全然。酔いが覚めた翌日ぐらいに、同じことを3時間ずっと言い続けてたって言われて、終電早いなと思ったんだよね、あの日。そうそうそう。なんか俺も10分ぐらいしか、ワンループのしかしてないつもりでいたら、多分、それが多分、20ループぐらいしてたんでしょ、その話を。そうそうそう。で、その一緒にいた方には一言、うん、あれだよ、弟子が師匠を育てるんだよって言われました。うん、はい。あ、そうか。はい、じゃあ今、育てられてる状態なんだね。うん。じゃあ、お便りは、じゃあ、国領さんが読んでくれるのかな。はい、ということで、お便りを紹介します。はい、よろしくお願いします。ペンネーム、バーターさん。うん、初めてメールをいたします。
ポーラ美術館で9月4日に開催したトークイベント本気の5番勝負ポーラ美術館アーティゾン美術館コレクション対決に参加しました。トニーさんの進行で学芸員さんの個性や美術館の魅力が引き出されていてめちゃくちゃ面白かったです。今年から美術鑑賞をするようになったのですが自分の美術レベルが上がったと思います。アーティゾン美術館にはまだ行ったことがないので絶対に行きます。この番組はトニーさんのブログなどのおかげで美術に興味を持つようになりました。自分の世界が広がりました。これからも無理をせず末長く続けていただけると嬉しいですというメッセージいただきました。いい、ありがとうございます。いただいてるじゃないですか。うん、ね、はい。ここ、私もこのイベント参加したというか、見学させていただきました。確かに、なんでしょう。ポーラ美術館さんとアーティゾン美術館さんと、どちらもが、お互い、対決という形をとって、どちらものいい部分を引き出し、でも自分たちの自慢をしっていう、なんか、どんどん高めていけるようなイベントだったので、見てて楽しかったです。あ、本当ありがとうございます。はい、いや、もう企画としてね、まあね、そうやってこう、対決企画にした方が自慢げに喋れるかなっていうね、はい、そのほら、普通ね、自分の館のね、コレクションを自慢げに話すってなかなかできないけど、うん、対決形式になったらね、結構本当に、結構途中本当バチバチとは言わないけど、そうですね、ちょっとひりつくシーンもあったしね。なんか面白かったよね、そういう部分も、ね。穏やかに始まったんですけど、途中から、お二方の目がキラッと光って、ちょっと燃えるようなシーンありましたよね。で、そのね、最後、ただ対決だけで終わるんじゃなくて、一番最後に、じゃあアティゾンさんとポーラさんが、それぞれ相手の美術館のコレクション、もしどれかもらえるとしたらどれが欲しいっていうおねだりタイムもね、はい作ったのも良かった気がする。はい。私、アーティゾン美術館の方で喋られていた、新畑さんは、大学の時に教わっていた先生なので、こんなすごい方に教わってたんだなっていうのを改めて感じました。すごく、絵の面白さを伝えるのもすごくお上手でしたし、美術館自体の面白さを伝えるのもお上手でしたし、相手を引き立てるのもすごくお上手でしたし、それに対してのね、ポーラ美術館の岩崎さんの、やっぱりうちはここがもっといいんだから、みたいな、さらに対抗していく感じすごく良かったです。そう。で、あの時の回で、このね、多分模様はですね、記事になるそうです。ポーラ美術館の、なんか、ホームページで多分、後日ね、うん、多分この模様がこう、ギュッと詰まった記事が書かれるってことなんですが、俺はね、すごく印象的だったのが、途中でね、そのポーラ美術館とアーティゾン美術館、まあ、対決企画ってやったんだけど、ポーラ美術館が持ってないものをアーティゾンさんが持ってて、アーティゾンさんが持ってないものをポーラさんが持ってて、実はなんかこう、狙ったわけじゃないけど相関関係ができてたみたいな、なんか話がすごく印象的で、うん、でね、はい、その新橋さんが、本当に対決するところは公立美術館だみたいな話をしたのよね。そうですね。公立のコレクション。公立美術館みたいな。そう。公立、で、俺もなんか調子乗って、じゃあ今度は私立対公立っすねって言ったのよ。ただね、その数日後に、このポッドキャストにも出てくださった国立西洋美術館の新藤さんとお仕事でお会いする機会があって、トニーさん聞きましたよ、みたいな。なんかトニーさんが、なんか、そのね、その間になんか知り合いがいたらしいんだけど、なんかうちが戦う目になりそうなんですけど、トニーさんがなんか言ったんですかみたいな感じで。なんか、もうね、一週間としない間にこの情報が、そう、出回ってて、びっくりした。業界が狭いのかあれか知んないけど。だ実現すると面白そうだな、っていう。だこれはなんかね、企画としては、その別に俺がすごいっていうつもりは全くないけど、企画としてフォーマットとしては面白かったから、これはいろんなところでやればいいのになってね、思いましたね。うん。はい。ということで次はですね、ツイッターの反応を紹介します。先月のアートウォッチングで川鍋共済のタトゥーの話があったんですけれども、リスナーさんたちがどんなアートをタトゥーにしたいか、ハッシュタグ美術の話をつけて投稿してくれています。はい。ということで、ツイッターの投稿を紹介するんですが、黒道さんは中村芳忠の千鳥、上田紗友子さんは葛飾北斎の神奈川沖波浦と投稿してくれています。あ、上田さんあれですね、この無茶ぶりをこの前したのをちゃんと書いてくださってたんだよね。うん、ありがたいですよね、本当に。これ、そう、前回それで盛り上がったんですよ。はい、なんか、タトゥー、もし入れれるなら、はいはいはい、痛くなくてすぐ消せるタトゥーをもし、美術限定でっていう。はい、ちなみに、国領さんならどうですか、それ。なんか、ルドンとかを入れます。多分。ルドンの何系？花の絵もあるし、怪物の絵とかもある。怪物。おぉ。はい。マジで？マジで？どの辺に入れるんですか、それは。
なんでしょう、鎖骨の、鎖骨じゃないや、肩甲骨の上？肩甲骨の上にルドンの怪物ある女怖えな、おい。これはなんかやっぱり、なんかね、人によってやっぱりこう、様々だから、これちょっと今後もね、聞いてみたいかもしれない。はい。もう一つのツイッターの投稿を紹介します。りかこさん、そろそろ美術の話を、のポッドキャストを最近聞き始めたんだけど、誰か聞いてる人と話したい。ほう。はい、うん。聞いてるリスナーさん同士のつながりを持ちたいということですね、これ。ああ、なるほどね、うんうん。いいじゃないですか。これは確かにわかるよ。あ、だから美術、だ俺今ほらコロナで休んじゃってるけど、毎週土日にアートツアーって企画してたのは、やっぱりそれはこうアートに興味持ってもらいたいっていうのもあるけど、アート好きの人たちが集まる場を作りたいっていうのもあって、うんうん、実際そうやってそういう場になってたからね、はい、コミュニティになってたから。うん、だって、ほんと最近の話で言うと、そのアートツアーやってたのね、毎週土日。そこで知り合った、女性同士がお友達になって、二人で、なんか諸橋近代美術館行ってきた。俺の。ルームステンのね、あれも聞きたいっていうのもあったらしくて、だから、そういうほらもうね、福島に一緒に行く仲になったりとか、はいはい、結構距離ありますよ。そうだよ。だって、あとね、アートツアーで、だって、結婚した人だって8組、9組ぐらいいるもんね。すごくないですか、それ。そうなのよ。だから俺、なんなら司会やりに行ったこともあるから、結婚式の。下手な結婚相談所より全然確率高いじゃないですか。そう、うん、そう、だって美術ファン、美術が好きっていう共通項を持ってる時点で、うんまあ、仲良くなるじゃない、うん、で、一緒に美術館行きましょうになるだろうし。うん、確かに、美術館行った後に、うん、感想を言いたいと思っても、なかなか言える相手いなかったりしますよね。そう。うん、それがそもそもそこで出会ったりすると、行ってみよう、うん、で、じゃあどう思うって、その一個一個の絵の前で話してもよし、うん、バラバラで最後にね、なんか写しに行こうよとか言ってわーって喋るもよし、そういう仲間がいるといないとで、うん、美術の面白さ全然変わりますよね。だからまあ落ち着いてきたらもちろんやりたいし、なんならね、それが、これだからプロデューサーがね、責任取ってくれるんだったら、この番組でやってもいいかなって気がする。その仕組みはどう考えるかわかんないけど、はい、この番組公式アートツアーみたいな感じとかね、うん、まあ、それがツアーじゃなくて、なんかこう、ね、リカコさんみたいにね、この番組の話したいって方が、を集めてのなんかオンラインイベントでもいいと思うし、うん、なんかそういうのが、できるといいかなって思います。学、うんうん、会みたいなのがね、うん、できるといいかもしれないです ね。だから、まあ、それはもうプロデューサーにもう丸投げ僕はしますんで。で、その代わりになんかトニーがやれって言われることはもう何でも俺はやるつもりでいるから、うん、まあ、ね、まあこれは番組を通してね、まあもしその時に国領さんも来てくれたら来てくれても嬉しいし、はいはい、まあね、丸さんが来るのかも、まあもしかしたら天野太郎が来るのかもわからないですけど、なんかいろんな感じでやれたら面白いなと思うけど、それはせっかくなのでね、こう番組聞いてる方がこういうことしてほしいとかのね、リクエストとかがもしあれば、ね、いろいろと言っていただいても嬉しいなと思うんで、ぜひぜひそろそろ美術の話をね、公式ツイッターフォローしていただいて、ハッシュタグそろそろ美術の話をで、なんかこんなイベントしてほしいとか、なんかやっていただけると嬉しいかなっていう気がします。うん、はい。ということで、ぜひぜひ、この番組へのリクエスト、それからウェブページへのお便りは、ハッシュタグそろそろ美術への投稿は、まあ、これからも、引き続きよろしくお願いいたします。美術に関わるメッセージであれば何でも受け付けますので、よろしくお願いいたします。そしてですね、実はこれはお便りというわけではないんですが、はい、この番組を聞いているリスナーさんから僕宛にちょっとメッセージが来まして、はい、ダイレクトメッセージ、ツイッターで、はい、ちょっとですね、興味深い、メールでしたので、うんうん、ちょっと読み上げてみたいと思います。はい、はじめまして、ここ数ヶ月で美術にハマった5歳の息子を持つ母なのですが、トニーさんに伺いたいことがあります。いきなりダイレクトメールで申し訳ありません。先日、ポッドキャストで昔トニーさんは美術館に行った時にヌード絵が恥ずかしかったと言っていたため、息子が美術作品に興味を持ち始めていて、ヌード絵を見せてもいいのか心配していますと。今はさらっと流していて、まだ気にはならないかもしれませんが、トニーさんはどう考えていらっしゃいますか？悩んでいてどこに聞いたらわからないため、トニーさんに聞いてみたくご連絡させていただきました。申し訳ありません。というようなメールでして。はい。で、ね、これはやっぱりその5歳の男の子なの、うんうん、息子ですね。少年の未来を左右する質問なので、そうですね、なんかノリで返すわけにもいかず、で、しかもほら、
ニュアンスが伝わらなかったら、はじめましての方だから、うん、なんか、で、ということで今回これを、番組で取り上げて、番組でちょっとその返答していいですかっていうのは、ご本人には許可取りましたので、はい、晒してるわけではありませんということで。ちなみに。いや、だから難しいなと思っこのトニーさんが恥ずかしいなと思ったのは何歳ぐらいだったんですか、うんうん、これ5歳ぐらい。多分ね、最初、番組の一番最初、第1回かなんかでその話したんじゃないかなと思うんですけど、うちのお父さんが絵を描いてたんで、そのお父さんが発表した絵を見に行ってるときに、うちの親父は、風景画を描いてるから別にそんなね、いやらしい絵じゃん。いやらしい絵っていう言い方も変だけど、うん、まあ、で、その中に洋画のコーナーがあって、うん、結構ヌード画があって、はい、なんか子供ながらになんかそれをジロジロ見ちゃいけないようななんか罪悪感を感じちゃったというか、うん、なんかこう、恥ずかしい感じがしちゃって、うん、そういうのもあってなんか美術館に行くのが、俺はよく好きじゃなかったって話を多分したんですよ。うんうん、はい。だ多分このね、その息子さんがね、今美術に興味持ってるから、そういう風、ね、このヌード絵を見せていいものなのかっていう話だと思うんだけど、はい、俺はね、俺はちょっとだから感覚が、そこはね、ちょっとその、違うのかなと思うのは、俺はそもそも美術がそんな好きじゃなかったから、で、行って、そのヌード画を見て嫌になっちゃったっていうだけで、まあ、この少年は美術好きなんだから、僕は見せていいんじゃないかなって思うんですよ。うんはい、その、で、これで、なんか美術、だって美術の中でその別にヌード画がメインじゃないから、ヌード画もあるってだけで、なんかそのヌード、だから、なんか、その立ち位置としては意外と実は違うんだよなと思ってたの。その息子さんと5歳の時の僕とは違うから、はい、だから僕は見せていいと思ってるし、なんかね、その、これを聞いて、俺もだから色々考えたの。なんか、そしたらね、よく考えたら自分が子供の時って結構テレビでも、もう女性が胸出すなんて結構普通にあったのよ。うんうん、もう、志村けんの大丈夫だって番組で、ゴールデンでも出てるし、はい、火曜サスペンス劇場でベッドシーンとかもあるし、うん、で、そういう時に、うちのね、家はね、消さなかったのね、テレビ。なんかこれ今変なシーンだよとかも言われなくて、なんとなく自分なりに解釈してたの、ね。なんかこれはちょっと今、子供をながらに見ちゃいけないんじゃないか。多分その美術館でも同じで、俺親に聞いてこれ見ていいのとかも聞かなかったし。だから、そうやって考えたことが、これはどうなんだろうとか、いろいろと考えたことが多分今の自分につながってる気がしてるので、うん、俺は逆に見せないにしちゃうと、なんかそれの方がなんか取り上げちゃうというか、これをシャットダウンしちゃう方が、なんか他のところで出会った時になんかもっと変な感じに映っちゃう気がするから、俺はなんか逆に子供が考えたらいいんじゃないかな。なんか、うん、これ俺難しい問題だ、本当にだからすごく難しい問題だなと思って、うんヌード画だけじゃなくて、じゃあ例えば戦争画を見せることが暴力につながるとか、なんかいろんなものになっちゃうけど、なんかそれもさ、考えることも含めて美術鑑賞だと思うし、だよね、僕はね。だから、僕は見せていいと思うんですよ。うん、うん、でもまあ、今ね、実際、まあちょっと真面目な話ですけど、ヌード画がね、結構美術館からも本当に撤去されてるというか、減らされてる部分があるので、多分俺らの時代よりは、俺がちっちゃかった時代よりは、美術館に行っても、特に今回の、例えばね、メトロポリタン美術館展って、ちょっと前に国立美術館でね、はい、大阪の、と、いや、最初、あれ65点中ね、4点しかヌード画がなかったんだ、あなたしか。で、それはやっぱり指揮者の方もしたけど、意図的に割合減らされてるって話はあるので、まあ、ね、この議論は、まあ結局答えが出ないからあれだのかもしれないですけど、そうね、この悩んでらっしゃる、っていうのはすごくよくわかるなと思ったので、そうそう、だからね、責任がね、あるからちょっとあれなんですけど、で、最後もう一個だけちょっとごめん、長くなっちゃってあれなのかもしれないですけど、とある、最近ね、画家の方にちょっとインタビューしたときに、小学校のときに、画家になったきっかけは何ですかっていう話をしたら、小学校のときにね、ダヴィンチのモナリザと、フランシス・ベーコンっていう画家の頭部っていう作、まあ頭がぐちゃぐちゃの作品を見たことが衝撃的で、それに後押しされて作家になりましたって言ってたの。で、俺の普通の感覚だったら、ベーコンのあの頭がこうぐちゃぐちゃになってるやつを小学生のが見る美術の本に載せるセンスどうかしてるぜって俺は思っちゃったの、うんうん、最初、その話聞いた時に、はい。でもそれがきっかけになって画家を目指した人がいるってことは、なんか大人の感覚でこれは暴力的だからなんか暴力的ですとか、
ていう、じゃないさ、可能性もあるから、だから、そのね、さっき言ったのはそういうことで、あれかな。やっぱり経験はいろいろとしてみて、そこからそのなんか、おかしな方向に行ったら、ちょっとやめた方がいいよとか、すればいいし、なんか、俺はそれが教育なのかなと思ってしまう。経験して失敗するとか、経験して間違ったっていうことも含めてだと思うので、うん、その、5歳だからって言って、なんかこう、ちっちゃいからって投げてるわけじゃないんだけど、これが本当に思春期のさ、すごいで、もっとデリケートな時だったら、もっとも、もっと真面目に、まあ今真面目に答えてんだけど、まあ、そういうのもあるの、うん。うん、だから、まだそんなに心配しないでいろんな経験させてあげてほしいかなって思う。それがきっかけでなんかその、ね、よりもっと美術に興味持つのかもしんないし、興味持たなかったらまた新しいものに興味持つのかもしんないんだから、なんか、うん、いろいろとしてあげてほしいなと僕は思いましたっていう気がしました。はい、うん。あれですね。こういうお悩みはすごく僕は、ありがたかったですし、うん、で、この意見をね、多分僕と国領さんは子育てしてないですから、はい、さっきのリカコさんのメッセージじゃないけど、うん、これを聞いて子育てしてる経験の、リスナーさんが、私はこう思うよっていうのをね、うん、また教えてくれても嬉しいし、そうですね。なんかこの番組がそういう、うん、そう、プラットフォームになってくれると僕は嬉しいなと思うので、うん、まあ、今回紹介させていただいたので、うん、もうこれも、これはあくまで僕と国領さんの回答だったけど、はい、他のね、方ももしなんかアドバイスとかがあれば、ぜひ教えていただきたいなと思うし、あと逆に私こんなことで悩んでますとか、うん、アートに関する悩みであれば、今後もこの番組を通じて来ていただけると嬉しいです。はい。うん、はい、ということで、よろしくお願いします、はい。アートウォッチングニュース!おー。ちょっと新鮮ですね。はい、はい。このコーナーは最新のアートニュースを紹介してコメントをするコーナーでございます。はい。アートニュースジャパンの記事から今回選んだのはこんなニュースです。はい、NFT の盗難被害は1年で140億円に迫る勢い、拡大する犯罪の手口とは、うん、ということです。まあ、NFT が何かっていうのを説明してるとちょっと時間かかってしまうので、はい、皆さんネットを見てください、そこへ。ことですが、はい、その NFT の盗難被害が、なんと2021年の7月からの1年間で1億ドル、日本円にして約138億円を超えた。すごいですね。1回の犯行で詐欺師たちが手にした金額は平均30万ドル、約4000万円にも上るというということでして、まあ、この NFT でですね、だから、そういう、まあ、ことがありますので、詐欺グループは広告費をかけて検索エンジンで自分のサイトを宣伝している。つまり NFT プラットフォームを検索すると、検索結果の上位にフィッシング用の偽サイトが多数表示され、無謀を見た人が騙されることになると、報告書は、警鐘を鳴らしているということでございます。だから NFT、まあ NFT ってね、まあまだまだ未知というか、まだまだ始まったばかりのプラットフォームなんで、はい、こういうこともあるんですねってことなんですが、どうですか NFT に、関して、うん、被害額大きいですね。大きいよね、うん、ちょっとね。私も実はちょろっとやっぱやってみなきゃなと思って、ちょっとかじったんですよ。うん、NFT アート。はい、メタマスクを落としまして、うんうん、実際に買ってみるっていうことをしたんですけど、で私はオープンシーで作品を買ってみたんですね。うんオープンシーっていうプラットフォームね。いくつかいろんなプラットフォームがある中の一つね、オープンシー。まあ、そこで、オープンシーというところで、うん、商品がいっぱい並んでいて買えるんですけども、で、もう本当に最初の印象は、これ全然詐欺じゃないんですよ。ちゃんとしてるプラットフォームのはずなのに、うん、詐欺みたいだなって思ったんですよ。ねえ、どういうことどういうこと?まあ、そもそもね、全部英語なんですよ。うん、から、ちょっと、やっぱり大変だっていうのもあるんですけれども、うんうんうんで、買おうと思ったら、何々の手数料が必要です、いくら。で、じゃあ、とはいえ、じゃあもうちょっとお金を落として、さらに買えるまで膨らませたから、じゃあ買えると思ったら、今度は、仮想通貨自体。そうそう。だから、現金とか、あれだよね、仮想通貨にまず換金しなきゃいけないんだよね。やり取りするために。しかも、その仮想通貨に返金、うんうん、換金するっていうのも、自分の口座と紐付けなきゃいけなくて、それになんか3日間ぐらいかかりますとか、なんかもう何々にどれぐらいかかります。じゃあ、何々の手数料いくらいくらですっていう手数料だけでなんか一つの作品買うのに3回ぐらい取られた気がするんですよ、最初。
なんかもうふざけんなと思って。それが非常にめんどくさかったし、で、後出しじゃんけんみたいに、後から、はい、いくら必要です、みたいな。でも今回、払ってもらえると、ここから払ってもらわなくて大丈夫になるので、今のうち払ってください、みたいな感じなんですよ。だから、もう後から金額が必要になってって、いつどこまでお金を足せばいいのかわからないとかっていうのが、うん、慣れてる人はそれでいいんだと思うんですけど、うんうん、まだまだちょっとそこが詐欺みたいだなと思って、じゃあそれに慣れてる人が別のその本当に詐欺サイトに行っても気づかないなこれと思ったんですよ。ああ、そうだね。だからあと3回払えうね。そしたら。知らんなんか新しいサイトで。そう、3回チャンスだ、ね。2回か3回かなんか換金した、換金っていうかね、手数料取られたので。え、これさ、ちなみに買ったわけでしょ？購入されたわけでしょ？買いました。それでさ、そのデータが、もらえるわけ。はい。買ったら。はい。それはどういう形で送られてくるの？送られてくるっていうか、自分のところにリストがあって、そのリストの中に今まで自分が買ったものこれですよっていう、なんか買い物カゴみたいなのが出てきます。うん、で、そこに、載ってます、うん。そこに載ってるだけでしょ。だからさ、それってさ、感覚でさ、アマゾンとかで買い物してて、買い物カゴに入れますみたいな感じじゃない、はい、ニュアンスで言うとだけど。はい、でも実際アマゾンとか楽天で買ったらさ、ちゃんと家に届くから、ああ、ちゃんとお金払ったものが、俺んとこ来たんだなって思えるけど、はい、NFT って結局そのデータがそこにあるだけじゃない、はい、きっと。で、ちゃんと、まあオープンシーはちゃんとしたとこだってわかるけど、はい、それはさ、新しいなんか偽サイトができて、なんか、はい、やり取りしました、カゴに入ってますって言って、はい、結果嘘でしたって言われても、わかんない。そうよねとしか言えないというか、そら、だって手元にないもんってなるから、これは騙しがいがあるでしょ。しかも、やっぱりその、イーサリアムの相場、私が買ったのはイーサリアムで買いましたけど、うん、相場自体がどんどん変動していくので、その1イーサリアムいくらっていうのが変動していくから、それですら騙されてる気持ちになっちゃって、うん、なんかもう、株とかと一緒なんだと思うんですけど、なんか 2段階3段階に手数料取られてさらに相場も変わってってっていうなんか固定されてるものがあんまりない感じがして、うん、何を信じればいいんだろうみたいな、ちょっとまだまだこれは本当に一部のお金持ちの人と技術者の人の遊び場だなという感じがしました、うん、だからこれだけ騙されちゃうのもわかる気がするこれだからこれね、だから、まあ、ちょっと NFT ってやっぱりまだまだ未知のね、その、アートだと思うし、はい、まあ、俺はすごく未来あるもんだと思うんだけど、まあ、それはちょっと一旦置いとくけど、はい、やっぱりさ、この詐欺が起こっちゃうとさ、やっぱり、じゃあ、怪しいもんなんだと思っちゃうし、はい、うん、その、買い手もね、買う人も、じゃあ、ちょっと NFT アート買ってみようっていうのも、これで一回ちょっと躊躇しちゃう、はい、うん。NFT アート自体がそもそもまず躊躇してるのに、さらに詐欺に遭うかもっていう、こういうニュースが出たことによって、うん、よりこう遠ざかっちゃったし、はい、出品する側も、なんかちょっとこう、敬遠しちゃうと、これも NFT アートって、いろんな可能性があったものが、うん、今なんかこう、下火になってしまう。なんかこう、ちょっと止まっちゃった、ね、うん、来ちゃった気がするんだけど、うん、それがさ、難しいのはさ、やっぱりさ、じゃあ美術作品、ね、実際、まあ美術、それは NFT アートも美術なんだけど、実際にある絵画とか、そのなんだろう、まあ立体作品でもいいし、陶芸でもいいんだけど、まあ、なんなら骨董でもいいんだけど、それってやっぱりさ、いっぱい見ることによってさ、目が肥えるというか、なんか良し悪しがこう目で分かってくるものだと思うの、はい、美術品をいっぱい見てるとね。でも、NFT ってさ、それもさ、やっぱり画像だからさ、その、なんだろう、目で判断でき、まだか、まあ、実際本当にいい NFT もあるんだろうけど、はい、そうじゃないものもあるとしても、これ全部パソコン上で見たものでやんなきゃいけないから、これはやっぱりさ、その、真贋を見極めるも難しいと思う。はい、その、NFT アートって、その、確かにそのね、データとして一個紐づきますっていうのはもう理屈上もちろんわかるし、はい、それは素晴らしい技術なんだけど、じゃあ、それを踏まえた上で格付けチェックですって言って、こっちは実際紐付けられてる NFT アートの作品です。それと、スクショしたものが B でありますって、さあ見極めてくださいって言ったら、これ絶対見極められないです。だから、これは NFT アートって、まあ、なんだろう、目利きになりようがないものだと思うのね。だから、それはそれで僕は逆にアートとして面白いもんだと思うんだけど、だからこそこんな、これはね、そう。データとしてはそうなんだけど、これパソコンでしか見ていけないと、そら、メッキになれないから、これさ、一回ミスっ
ったとして、じゃあ詐欺に遭いましたってなって、うん、これ骨董ではよくある話で、実際、ね、馬場を捕まされた、はい。じゃあ次からまじ、もっと、ね、目を肥やして、今度は本物買えるようになろうって言って、名コレクターになった人なんていっぱいいるんだけど、うん、果たしてこの一回詐欺食らっちゃった人が、よし、もう一回4000万取られたけど、もう一回 NFT やってみようなんて、思えるのかなと思うし、思える人って、そうじゃない人ももちろんいると思うけど、そういう人は投資目的なんだろうなって思っちゃう。あ、はいはいはい。なんかその4000万取られたから行こうっていう。だから、本当に NFT をちゃんとアートコレクターでなりたいっていう人が、本当にこれで減っちゃったような気がして、僕はこのニュースはすごく、重たいニュースだなって思いますよね。では最後に直近で見てきて良かった美術展についての話をしていきます。はい。これはもう毎回やってます。じゃあ、国領さんから最近見た中で、はい。良かった美術展、はい、はい。お願いします。これのリリースが出る前後には終わってしまうかと思うんですけれども、うん、東京芸術大学、大学美術館でやっている、いた、日本美術を紐解く、うん、皇室美の玉手箱という展覧会が、うんうんうん、はい、良かったなと思いまして、私ですね、日本美術というものが実はあまりまだこう勉強しきれていなくって、でもやっぱり数見なきゃなと思って、うん、かなり弾丸で行ったので、展覧会の会場に入れたの40分ぐらいだったのかな。本当に短いんですけど、うんうんうん、見ないよりは短くても行こうみたいな気持ちで行ったんですけど、改めて時間を割いていかなかったことを大変後悔いたしまして、はい。伊藤若冲の、動植綵絵が出るということで、それを見に行ったつもりだったんですけど、うん、もうそれ以外にも国宝いっぱい出てるし、うん、なんだ、高橋由一の鮭、うん、重要文化財も出てるし、あ、こんなにあるんだったらもっと早く来ればよかったな、なんて思いました。すごい見応えがあって、で、やっぱり、普段私、ここの美術館がどれぐらいそういうキャプションつけてるのかわかんないんですけど、かなり初心者の人にも優しい、用語のキャプションが普通のキャプションとは別についていて、うん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 、これってこういうことだよとか、これの見どころどういうところだよっていうのがついてるのがすごく良かったのと、で、まあ、若冲もすごく人の目を引いてたんですけど、うん、安藤六山の柿の置物があって、はい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 、で、そこに結構奥様方が裏がっていて、で、すごくリアルな、はい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 、なんだ、果物だったりとか食べ物の彫刻を、しかも造毛の彫刻を、造毛、下蝶ね、はい、作る、造毛での、はい、彫刻作る方なんですけど、それにですね、皆さん群がって、ここがリアルだ、あそこがリアルだ、なんて言いながら見てたのが、それを見てる奥様方を見てるのが面白かったです。あ、俺、そうか、後期行ってないからあれだったんだけど、はい、六山出てんだ。出てます。はい、いや、そうそう。ね、リアルなだけじゃ、まあ、リアルなのはもちろんリアルなんだけど、あれなんだよね。カラーがポイントなんだよね。はい。あ、そう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 。色の付け方が本当に繊細で、うん、なんかちょっと傷の付け方から、なんか虫食いみたいなところから、ものすごく忠実に再現されてるんですよ。だからなんか、自然の中に置いといてあっても、本当に、そのまま食べれちゃうんじゃないかと思うぐらいの精度で。そう、リアルな色合いで、はい。で、このね、あれなのよね、その造形に色を塗るっていう技術が、この安藤六山しかやってなくて、で、弟子にも教えてないから、この技術は未だに謎っていうね。そう。だから、謎の技術なの。だから造形にこんな色が塗れないんだって、普通。あ、そうなんですか。だから普通、下蝶、そう、造形のなんか彫刻って基本的に造形の色でしょ。はいはいはい、白いでしょ。だから逆に安藤六山の作品って、最初に見ると造形に見えないのよ。だって色塗られてる。うんうん、わかります、わかります。そう。で、この色を塗る技術が未だに謎っていうところがこの人の面白いところだなとは思う。へー。うん、じゃあ僕はですね、今、渋谷区立小東美術館で開催中の、装いの力、異性層の日本史というこの展覧会が、まぁ、ちょっと、言いたいことがある。いやいや、面白い展覧会、いや、すごいよね、興味深い展、異性層っていうのが、まぁ、異なる性、性別の性の層、まあ衣装の層、層、まあ装飾の層ですかね。だから、一応この異性層って何かっていうと、生まれながらの性別を複
装の力によって越境する試みのことって、この、まあ、美術館は言ってるわけで、展覧会としては言ってるんだけど、まあまあ、ざっくり言えば、これは、俺が言っちゃって暴論かもしれないけど、まあ、男性が女性の服着ることだし、女性が男性の服着ること、まあ、こういうことを、この日本史を通じて紹介しようって展覧会なの。で、だからもう第一展示室、一番最初は古事記から始まるのよ。古事記が置いてあって、で、なんかどうも、そのヤマトタケルが一番最初に、まあ、その文献上、最初に、まあ、異性層した人。まあ、ヤマトタケルの場合は、別にその、女の子になりたかったわけじゃなくて、まあ、相手を油断させるために、女の服を着て、宴会に潜り込んで、相手を、まあ、倒したみたいな話だったんだけど、まあ、そういう感じで、例えば歌舞伎だって異性層だし、能の話とかね、それから、なんか、江戸時代になると、こう、お祭りの時に異性層する人が出てくるとか、男性が女性の格好したりとか、で、当時はなんか女性が男性の格好すると、ちょっと罰せられたとか、そういう歴史とかも紹介していく。そんな浮世絵使ったりね、そのいろんな資料を使って紹介していくのよ。で、すごくなんか、歴史深くて、その第一展示室が、その古代から江戸時代までだから、まあどっちか、まあ美術品ももちろんあるんだけど、そういうものをメインに紹介してるから、どっちかというと博物館みたいな展覧会だったのね。で、第二展示室に行くとこの明治以降の、まあそういう異性層文化を紹介していくから、もうなんなら昭和になるとさ、リボンの騎士とかね、ベルバラとかの漫画も紹介してあったりとか、まあ多分、スポンサー的な NG だったかもしれないけど、宝塚はなかったんですが、なんかそれみたいな松竹のね、その昔の、まあ、劇団で、男装する人気だった女性、ターキーってあだ名がついてた人とかの資料とか、あと演劇とかね、そういうのも紹介されてたの。で、それは俺は、まあ非常に興味深いなと思ったし、あれだったし、で、最後にね、そのやっぱアート紹介するっていうので、そのアートが、まあ森村康政さん、が女装してる作品よ。それも紹介してあったし、それからね、ダムタイプっていう、まあ結構伝説のアートグループがあったんだけど、その中の中心的メンバーの小橋誠二さんって方が、まあミス・グロリアスっていうなんか名義で、仲間と共にこう始めた日本最初期のドラッグクイーンによるダンスパーティーっていうのが、まあ昔あって、それの時のメンバーたちが、そのインスタレーション発表しての最後にね。だから、それもなんかすごく、面白いというか、インパクトはすごいあったんだよね。うん、で、だからもうだって、古事記から始まって、最後森村さんとドラァグクイーンで終わる。でいろんなものも途中にあって、あれで、すごく非常に興味深い展覧会では僕はあったし、異性層に注目するっていうのもすごく面白いと思ったのね。ただ、これは個人的な見解なんだけど、現代の異性層を紹介するで、その似た、だからもういろいろ多分入れるけど、美術館のキャパが狭いから多分一つの時代につき3、4トピックできればいい方ぐらいだったと思うのね。で、最後現代のところの現代作家が森村さんとドラァグクイーンだったんだけど、いや、なんか現代って他にもいろいろとないって僕は思って、はい、なんかドラァグ、なんか結論ではないと思うんだけど、一番最後にドラァグクイーンが来ちゃったから、なんか今まで何見せたんだっけって思って、ちゃったの。僕は、ドラァグクイーンが悪いとかじゃなくて、うん、だから、なんかね、その別に俺学院さんを批判するものないんだけど、例えば俺最後にこんなの来るのかなって勝手に思ってたのは、ほら、ジェンダーレス、制服ができましたみたいなニュースとか見てるから、うんはい、異性層とかやってきたけど、でも結局今、この現代になったらちょっと中性的になりましたよとか、そういう現代社会の話をするのかなと思ったら、うん、最後ドラァグクイーンで、わーっと来て、それってなんかこう異性層の中でも異色中の異色だから、うんうん、そういうのももちろんあるのはわかるけど、ねうん、そうそうそう。で、森村さんもわかるんだけど、じゃあ女性がする男装のパターンは果たしてなかったの？なんかこれね、すごくこの点なんかジェンダーにすごく気使ってて、うん、学園さんもなんかこの解説聞きに行ったんだけど、すごく言葉を選んでデリケートにすごく喋ってたの。うんそれはわかるんだけど、デリケートにした割には最後の最後がなんか、あれって感じだった。なんか、女性は男装することだっていっぱいあるのになとか、うんうん、だから、せっかく渋谷でやってんだから、なんか去年のハロウィンの写真とか載けりゃよかったんじゃないとか、なんか、もっといろいろとあったよなってなんか思っちゃっ
ったのと、今度ね、番組、最後にもまた告知しますけど、最後、マネのね、展覧会が今、練馬区立美術館でやってて、この番組によく出ていただく、小野博子さんのね、はい、展覧会なんだけど、その展覧会でも最後ね、マネの、に扮した、森村さんのコーナーが結構、まあまああるんですよ。はい、うんうん、だから、森村さん出すぎだなってのも、別に森村さんが嫌いとかじゃないんだけど、なんか、結構森、はい、そう、なんか困ったら森村さんなのかなっていうのもちょっと思ったし、うん、だから、森村さんいろんなものに、ねね、そうそう当てはまりやすい方ですから、そうそうそう、はい、うん。うん。だから、なんか、だって森村さんちょっと前もアーティゾンでも見たし、結構いろんなところで見てるんですよ、うん、森村さん。だから、この展覧会やるのも、俺はすごい意義があると思ったから、なんか、俺が知らなかった、男装する女性のアーティストなんですよ、うんうん。なんか、その違う、この最新版、言っても森村さんも小林さんも、現代アートだけど、うん、もう、もう小林さん亡くなっちゃってるけど、大ベテランなんですよ。うんうん、言ったら昭和とか平成の人なので、うん、なんか、俺は令和の若手のなんか、最新版も見たかったな、とか、うんうん、だから、いろいろ入れすぎたせいでなんか結構大事なとこも抜けたような気もしてしまったような気がしたというか、うん、やっぱりその、うん、僕も言葉を今選んでおりますけど、なんか非常になんか異性層ね、小倉さんも見に行ったからね。そうですね、私も見に行って、うん、異性層という意味ではなんかコスプレの文化かってどこ行っちゃったんだろうと思って、入れてもよかったんじゃないのと思って。はい、清掃。そうそうそう、うんうん。女性が男性のね、キャラクターの格好してるのもいっぱいあるじゃないですか。うん、あれだってすごくわかりやすい例だし、コミックマーケットとかってすごく一大イベントなのに、なんでそこ抜けちゃったんだろうとか、なんかすごく、ちょっと拾いきれてないところがあるなとは思いました、私も。でも、全部拾ったらあそこに収まらないなとも思いました。うん。うん、そうなんだよね。そこだから、まあそうなんだろうなと思って、しょうがないよなって、なんか、もちろん思う部分があるんだけど。異性層割引とかないんですか？全部入りきれない。ああ、そうね。あるんじゃない？もしかしたら。うん、でも、だから、そうだとしたら、ドラッグクイーンだったのか、てん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 みたいなところは、僕は思ったかなっていう気がしちゃったかな。本当に一番最後の最後だから、なんか、長いことやってきた日本史の最後が、なんか、その、結論というか、じゃあ現在これですかっていうとそんなわけなかろうとはちょっと思っちゃったかな。なんか、なんか、でも書いてあってもね、テキストでそのドラッグクイーンの方が、なんか最後の最後でこれで、なんかこう、私たちがこんなことやって申し訳ないみたいな、なんか、テキストも書いてあったから、本人たちもなんか自覚されてる感じがあったから、まあそれはすごく好感度は、あったんだけど、まあ、これをね、俺は公立の美術館でやったってことがすごいことだなと思うの。一つね。で、やっぱそれは渋谷っていうところもすごくポイントで、うん、なんか渋谷らしい展示だなとも思ったし、うん、だから、そう、決して批判してるわけでも、否定してるわけでもないんだけど、まあ、ぜひ皆さんもご興味持っていただけたら、ちょっと足を運んでいただき、なんか、面白かったよ。だから日本史っていう切り口はすごく面白かった。なんか断片的ではあったけど、こんなに今まで意識したことなかったから、異性層なんてなんとなく明治以降ぐらいにあったのかなぐらいに思ったら、うん、ね、その前段階でこんなにたくさんあるんだっていうのも面白かったし。うんうん、で西洋、よく集めてきたなと、本当。キリスト教だと異性層するの禁止って、うん、なってたみたいなのも読んだので、うんうん、あ、日本独特なんだっていうのを改めてなんか知りました。そうそうそう。うん、ね。だから、そういう意味では非常に興味深い展覧会だったかなっていう気がしました。はい。はい、じゃあ、最後あれですね。二人が、まあ、今のところ二人とも見せた展覧会だけど、ね、最後、じゃあもう一個ぐらい。はい。うん。どれにしましょうか。私が良かったなと思ったのは、神奈川県立近代美術館葉山館でやっているアレックソス展なんですけれども、タイトルが、ギャザードリーブスというタイトルがついてるんですけれども、アレックソスさんという写真家の方の展覧会を今やっていて、10月の10日までやってるんですけれども、この方、ミネソタ州出身なんですけれども、私実はミネソタ州に住んでいたことがありまして、なんかそんなところもちょっとシンパシーを感じて、はい、この展覧会を選びました。展覧会の内容は5個のスペースに
テーマに分かれて展示されていて、で、それぞれに代表作のテーマが付けられてるんですけれども、約80点展示されていて、そのイメージとコンセプトに合うようなものを、その、さらに葉山館に合うようなものを選んで展示されているということでした。で、まあ面白いなと思ったところいっぱいあるんですけども、どの写真見ててもものすごくストーリーを感じるんですよ。で、ストーリーってその人のストーリーを感じるなと思って、ただの風景写真でも、そこに人がいたことを感じさせる何かだったりとか、をすごく感じて、実はアレックソスさん後で調べたんですけど、ご自身の言葉で、ご自身の YouTube で相当写真の説明してらっしゃるんですよ。で、その、この写真は何々からこう、インスパイアされたんだよね、みたいな。結構、一本につき、1時間、2時間ずつぐらい喋ってる動画を出してるので、興味ある方はね、それまず見てからでもとか、見てからそれ聞くのでも面白いかと思うんですが、実は全部英語になっているので、なんか、なんだろう、翻訳機能かなんか使いながらでもいいのかなと思うんですけど、で、もう一つ面白いと思ったのが、実際にそこに写真を持ってくるんじゃなくって、いろいろ大人の事情でそこに実物を持ってこれなかったので、日本でプリントしたものを展示しているということで、今回の展示が終わっちゃうとそのプリント破棄されちゃうそうなんですよ。で、でも、だからこそできる展示が、その窓を開けっぱなしにした部分が一箇所あって、その外の空間、展示室のね、外の海、を見ながらその写真を見れるっていう空間があったりとかして、またこの自然を大事にするアレックソスさんの、なんか、そのポリシーみたいなところとすごく合ってるなというのが良かったです。で、またミネソタ州って本当に何にもないっちゃ何もないところなんですよ。とはいえ、ほとんどが白人が住んでるところなんですね。で、私住んでたのって本当に小学生の頃なんですけど、あまりにも他の人種がいないからなのか、なんか、差別された記憶もないし、私がちっちゃすぎて分かんなかったのかもしれないですけど、差別された記憶もないし、でもその自然もすごく大事にしてるのに、なんか近代の、文化みたいなところも、そのデジタルみたいなところも発達してる部分があって、で、アレクソスさんが自分がテーマを決めるときのテーマの内容は自然に基づいてたりとか、先住民の人に会いに行ったりとか、そういうことしてるんですけど、決めるときは SNS でコンタクトを取って実際に会いに行くっていうところが、あ、ミネソタっぽいなってなんかちょっと思ったんですよね。それがなんか私がこれを選んだ理由です。まあ僕もまあね見に行ったんだけど、そのアレクソスは僕も本当知らなかったんだけど、まあね、アメリカのね、その写真家さんで、まあ国際的にも活躍されてる方の今回はその日本初個展なんですよ、はい。もう美術館では当然初個展。で、ここでしかやんないのよね。葉山館でしか、はい。で、葉山館って結構ね、本当にいい展覧会をすごいやるんですよ。うん、もう、ロケーションもすごいいいしね。だから、海に現れました。そのロケーションと合わせ、そう、目の前にそう一色海岸ってのがあって、はい、まあ晴れてればそこから富士山も見えてっていう、その海、で、その、まあ、さっき小倉さんが言った、その、窓が開いてる展示室で、普段は閉めてるのは当然作品保護のために閉めてるんだけど、今回は開けた。で、なんか、あれらしいね、そのオープニングの時には、まだアレックスさんいらっしゃってなかったから、気使って閉めてたんだけど、うん、アレックスさんがその、ね、会期数日経っていらっしゃって、あそこ開けていいよって言ったから、開けたらしいので、うん、今は開いてますんで、ね、うんうんうん、開いた時に、そこからもその、海が見えるのでいいなと思いますよね。はい、だからまあまあ僕もね、その小倉さんが言ったように、その写真がね本当にもうすごいストーリーが詰まってるのよね。なんか一本の映画見てるみたいな感じというか、単なるスナップショットに見えない感じがあるのはすごく面白いなと思いましたね。うん。なんか文章を見、なんかの文章をその後読んでて思っ日本にない感覚なのかなと思ったのが、ナラティブワークっていうワードが出てきて、それは物語の縁故っていうことなんですけど、その物語が積み重なっていくんじゃなくって、その戦場のここからここまでっていう部分をストーリーで切り取るみたいなことを大事にしてるんだっていうことが書いてあって、でそれを
ライアン・ガンダー展でも、なんか同じようなことを感じて、その時間の経過だったりとか、そこまでのストーリーだったりとかっていう、その、積み重ねだったり経過、なんかそういうところが通じてるなと思いました。で、この写真って、一枚撮っても、人によって全然感想が違うと思うんですよ。なんかすごいハッピーに見えるなと思う人もいれば、すごく寂しそうに見える人もいるし、なんかそういう感想を共有し合うのがすごくいいなと思ったのと、ユニクロの UT になってたっていうことをその日聞きまして、これをすでに選んでた UT の選んだ人、先見の目ありすぎじゃないと思いました。ああ、そうそう。あの、とある写真がね、はい、あの UT のデザインに選ばれてるんだって、はい。だからもうアレックス・ホスさん好きな人はその UT を着て、で、この展覧会写真撮影可能なのよ、一部除いて。だから、その写真の前でその UT 着てね、あの記念写真撮ってる人がいたって聞いたの。だもうそれを聞いてもその後すぐ、そう、俺もすぐ買おうと思ったら売り切れてたよね。あとね、あの、情報としては、図録が1000円なんですよ。はい、今回。安いですよね。ちょっとポケットサイズで。でもやっぱこの展覧会人気すぎて途中で売り切れちゃったんだって。で、今またちょっとずつ作ってるって言ってて、うん、で、アレクソスの多分日本で初の、だからまあ、そういう図録だから、これ持ってるとね、あの、もし今後またアレクソス展がどっかでやるかもしれないので、もしやった時とかに、いやいや、もう早間館の持ってるからねって言えるから、ちょっとコレクターズアイテムになりそうな感じなので。実際にね。まあちょっと抑えておいて。この方の写真集、あの、高いものだと10万ぐらいの値段がついたやつもあったみたいな、なんか人気だったり、これからどんどん火ついていくんだと思います。あの、そう。で、さっきみたいに写真撮影可能だっていうところもポイントだし、あの、その5つのね、シリーズ、まあそれぞれが本当にコンセプチュアルだから、まあ、文章読んでいただかないと難しいんだけど、その、5つのシリーズごとに展示方法とか、額縁とか、サイズとかも全部もうアレックスさんが決めて、あの、展示してるので、なんか写真展っていうと写真集パラパラめくってるような感じかと思いきやそうじゃなくて本当にね、そのすべての空間が壁の色とかも変えてるし、あの、その見せ方がすごくうまかったので、まあ写真ってよくわかんないって思う人ももちろん、まあ俺もそうなんだけど、でもね、空間を見に行ってほしいな、この展覧会はっていう感じは。しました。なんか5つのね、その写真集を、なんか1人の写真家の展覧会というよりも5つの写真集のなんか世界観に入れるみたいな体験型展覧会なような気がしたので、それはすごく僕は面白いなと思いました。あと最後にドキュメンタリー映画を流してる場所があるんですけど、そのドキュメンタリー映画です。映画が何とも言えない、こう、切ないというか、見てても自分が傷ついちゃうぐらいの、うん、ちょっと、まあ、暴力的な描写もあったりするんですけど、アップリンク、渋谷アップリンクで、上映してたものを、ちょっと違う形にまた置き換えて、まあでも映像は同じもので流してるそうなんですけど、それがですね、50分ぐらいあるのかな ?1 時間ぐらいあるのかなっていう作品なんですけど、見入っちゃうので、思ったよりも時間を、ちゃんと作って見に行かれることをお勧めします。そう、結構見入っちゃう展覧会かもしれないですね。はい。はい。ということで、神奈川県立近代美術館、葉山館、これ10月10日までやって、ますので、まあ、あともう少しですかね。うん、はい。ぜひぜひ、足を運んでいただけたらな、というふうに思います。さあ、他にもね、まあ、いろんな展覧会ありますけども、まあ、今回はこの辺でということで、まあ、リスナーの皆さんもね、良かった美術展の感想を今後、これからもぜひぜひ教えていただけると嬉しいです。さあ、そして番組最後に告知一つございます。エピソード17、18、そして飛んで39、40に出演していただいた練馬区立美術館の小野博子学芸員が、もうこのね、番組のちょっともう人気、学芸さんになってますけど、また番組に出演いただくことが決まりました。3回目の最多ゲストですね。うん、はい。今回は、ご自身が担当されている日本の中のマネ、出会い120年のイメージについて深くお話を聞こうと思っております。まあ、先ほどちょっとね、話出ましたけど。ですので、リスナーの皆様から小野さんに質問があれば受けたまわりますので、番組ウェブページからの投稿、公式 Twitter か公式 Instagram へダイレクトメッセージいただければと思います。展覧会についてでもいいですし、展覧会以外のことでもいいですし、なんかプライベートのことでもいいと思います。本当ですか？今僕は勝手に言ってます。はいいやいや、それはもう小野さんが最後ジャッジすると思います、はい、ぜひぜひ皆さん
質問を受け付けておりますので、よろしくお願いいたします、はい、ということで、ではでは本日の配信はこれにて終了させていただきたいと思います。この番組は不定期配信です。各種ポッドキャストサービスでのフォロー・購読をお願いします。感想はハッシュタグそろそろ美術の話をで、今後聞きたいテーマやゲストは番組のウェブページまでお願いします。